2013年の国内女子ツアー賞金女王、森田理香子が6年ぶりにツアーに復帰する。2月29日、木曜日から沖縄、琉球 GC で行われる開幕戦、大金王オーキッドレディス、2エントリー。2018年、日霊レディス、以来の出場を果たす。森田は当時23歳だった13年に4勝を挙げて女王の座に就いた。翌年の T ポイントレディス、 で通算7勝目を挙げてからタイトル獲得がなく、賞金ランキング68位に終わった16年にシードを失った。18年に翌年の出場権をかけたセカンド QT、2次予選会、を体調不良で欠場。19年にキャディーとして参加した試合では、復帰の見通しについて未定。でも、自分には、ゴルフしかないので、ゴルフは続けるつもりです、と話していた。 ツアー通算5勝以上、最後の優勝が1990年以降、野森田はジュガトーナメント規約、第5章、第12条が定める TP 特別登録選手に該当し、年間8回までの主催者推薦によるレギュラーツアー出場が可能。翌週の明治安田レディス横浜タイヤ、コーチ土佐カントリークラブ、3月28日開幕のヤマハレディースオープン、葛城。 静岡 GC 山名コースにも出場を予定している国内女子プロゴルフの歴代女王22年から獲得ポイントによる年間女王は1968年の初代樋口久子から22年の山下美優まで計23人誕生しているが2年以上のブランクを経てツアー復帰した選手はおらず34歳となった森田の挑戦は初のケースになる。